さあ攻守方向入れ替わりまして、これより最終クォーター、第4クォーターに入ります。攻撃権は佐藤建設スタンディングベアーズ。ボールオン自陣29ヤードからサードアンド12。パス不成功。クォーターバック13番、再びプレーアクションから右にステップアウトしまして、ロングパスを投じました。レシーバーなんとかこれをキャッチ先としましたが、しかしこのパス不成功、フォースダウンに変わります。しかし相生のパス非常に魅力的です。その動きも俊敏さも加えまして、非常に魅力的な動きを見せています。佐藤建設フォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでした。アメリカンフットボールはオフェンスチームには制限時間があります。この時間内に反則を、プレーをできないと5ヤード抜体となります。佐藤建設フォースダウン17。ナイスパン。この状況を佐藤建設のパンター19番、見事なパントを蹴りました。相手リターナーがキャッチできない状況の短いパント、しかも転がる形で相手陣奥深く30ヤードを超えたところまでボールを進めましての攻守交代という形になります。ランディングパットを含めまして、この状況を佐藤建設パンターの19番近藤、見事に打開していっております。しかし攻撃権は大阪ガスに変わりました。大阪ガス自陣29ヤードからのファーストダウン10。中央へのランプレー、ランニングバック34番にハンドオフしまして中央突破を図りました。ゲインは約3ヤードとなっています。キャリア34番は立馬。大阪ガスセカンドダウン7、ボールオン自陣31ヤード。再び中央へのランプレー、同じくキャリアは34番の立馬でした。しかし佐藤建設もこのランプレーに関しては対応できているようです。しかしこのランプレー3ヤードの原因となっています。大阪ガスサードダウン4、ボールオンは自陣34ヤード。さあここでワイドレシーバー1番のキャッチアンドランを展開しました。これが見事決まりまして、大阪ガス攻撃権更新です。大阪ガスファースター、中へのランプレーを展開したその裏をつくように外へ振りました。これを見事ワイドレシーバー1番の子を攻撃権更新としています。これにより大阪ガス自陣38ヤードからのファース39ヤードからのファーストアンテ。
パス成功。ファスター、クォーターバック15番、今度は左奥に入りました。ワイドレシーバー1番にパスを投じました。1番ノーマークになって見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新です。大阪ガスファスター、クォーターバック15番のマシバズに変わっております。大阪ガス相手陣42ヤードに入ってのファースダウンテ、さあここで中央のランプレーを投入しました。しかし佐藤建設もここは踏ん張ります。ラニーバックは34番の辰馬でした。原因はありませんでした。セカンドダウンに変わります。共に両チームランディフェンスに関してはかなりの強さを持っているように感じます。大阪ガスセカンドダウンテン、ボールオンは相手陣42ヤード QB サーク、クォーターバック15番、ここでパスを投じようと身構えました。しかしそれを見計らって佐藤建設77番が QB サーク、大きくロスを奪いました。見事 QB サークを決めましたのは佐藤建設77番の石橋。大阪ガスサードダウン18、大阪ガスここでスクリーンパスを実行しました。ブロッカーを生かしてのキャッチアンドランでこの距離を突破を図りましたが、これは佐藤建設見事対応しましてフォースダウンに持ち込みます。止めましたのは佐藤建設の44番の川野。ただいまのプレー、原因は小屋です。大阪ガスフォースダウン13ですがプレーを実施します。13ヤードゲインしないと攻撃権を失うフォースダウンギャンブル。パス不成功。クォーターバック15番、ここでロングパス、ターゲット17番のキャッチ力に期待しましたが17番へのタイミング合わずパスコースそれました。パス不成功となり4回目の攻撃失敗です。これにより攻撃権交代、攻撃権は変わりまして佐藤建設に変わります。さあこれに佐藤建設は自陣45ヤードからの攻撃を得ます。佐藤建設スタンディングベアーズファーストアンテン、パス成功。クォーターバック13番、右にいましたワイドレシーバー8番にパスを通しまして約8ヤードのゲインを取っています。ヒットを受けながら見事パスキャッチを成功しましたのは佐藤建設の8番の林田。佐藤建設スタンディングベアーズ相手陣48ヤードからのセカンドダウン2、ランプレー佐藤建設ファースター、ここでランニングバック3番にボールを託して中央突破により攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、見事攻撃権更新を果たしたが佐藤建設の3番の佐藤、佐藤建設相手陣44ヤードからファースターアンテン、
さあここでトラブルが発生していました。スナップされたボールをクォーターバック13番ジャックルしました。なんとかリカバーしましたが、プレッシャー殺到したためここはパスを投げ捨てプレーを終わらせる形にしました。前パスは失敗しましたら元の位置に戻るという形のこのルールを生かしたのですが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。インテンショナルグランディング、オフェンスの反則です。パスの投げ捨てが不正な投げ捨てでした。このパスの投げ捨てることには条件があります。その投げた方向にレシーバーターゲットがいる、そしてその投げた位置、そしてスクリーメージラインを超えているレシーバーが超えているか否かといったさまざまな条件がありますが、これに従っていない投げ捨ては不正な意図的なパスの投げ捨てという判断になります。従いまして反則を発生地点に下げられましてのロスオブダウン、次の攻撃サードダウンに変わります。パス不成功。クォーターバック13番プレッシャー来る中、ワイドレシーバー16番にパスを投じましたが、16番カバーされておりパス不成功となっています。ダウンを1つ失ってフォースダウンに変わります。佐藤建設フォースダウン16の状況、プレーを選択します。こちらもギャンブルに挑みます。16ヤード獲得なるでしょうか。佐藤建設フォースダウンギャンブル、このランプレー阻止されました。ここで意表をついてランプレーによる突破を狙いました佐藤建設、しかしこれも大阪ガス96番対応しまして、このランプレーを阻止し攻守交代です。あえて裏をつかんとここでランプレーを敢行しましたが、これが裏目に出ました。大阪ガス相手陣に入った45ヤードの位置からの攻撃となります。大阪ガス相手陣45ヤードからのファーストダウン10。パス成功、ナイスゲーム、ファースト。クォーターバック15番、ここはパスプレーから入りました。ワイドレシーバー1番、これをキャッチしまして攻撃権更新です。大阪ガスファースト、取りました。ワイドレシーバー1番はこうです。素晴らしいステップワークを見せました。大阪ガス相手陣30ヤードからファーストダウン10。このパスも成功。プレッシャー来る中クォーターバック見事にパスを通しまして約8ヤードのゲインとしています。大阪ガス相手陣22ヤードからセカンドダウン2。成功、ここはパスプレーにより突破を図りましたが、このパスは佐藤建設ディフェンスラインがチップしましてパス不成功に変えました。大阪ガスサードダウン2、
ナイスラン、ファースター、ここでランニングプレーを投入しました。何枠34番託されまして、左オープンに展開、見事攻撃権更新としています。大阪ガスファースター、見事攻撃権更新を果たしました。ランニング枠34番は辰馬、大阪ガス相手陣13ヤードに入りましたのファースターアンテ、パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック15番エンドゾーンへのパス、中央横切るように左側に入ってきたワイドレシーバー1番、これをダイビングキャッチしましてタッチダウン。これにより大阪ガス6点追加となります。そしてトライフォーポイント、キックで挑みます。成功、1点追加、大阪ガススカンクス28点、佐藤建設スタンディングウェアズ0点となりました。大阪ガスここへ来てパス攻撃で再しまたこのシリーズも決めました。見事なタッチダウンパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー1番のコーでした。さあ試合時間は残り1分40秒となっています。佐藤建設、ここでこのシリーズ得点に結びつけることができるでしょうか。試合は大阪ガスのキックオフで試合開始という再開という形になります。さあリターンに入ります。しかしこれも大阪ガスのディフェンス、カバーチーム89番のタックルによりまして自陣20ヤード付近でボールデッドとなっています。攻撃権は佐藤建設に変わります。佐藤建設自陣23ヤードからのファーストダウン10。試合時間残り1分31秒。パス不成功。まず左側にいたレシーバーへのパスを投じましたが、ディフェンスのカバーもありパス不成功となっています。攻撃回数は2回目になります。セカンドダウンに変わります。佐藤建設スタンディングベアーズ自陣23ヤードからセカンドダウン10。さあここでランプレーを入れました。ランニング枠3番ハンドオフから中央突破し攻撃権を優位にしようとしましたが、ゲインは3ヤードとなっています。またボールを持った選手が中で倒れている場合は時計が回り続けます。佐藤建設サーダウン7、ボールオンは自陣26ヤード。ここでクォーターバック13番右スプリントアウトからパスを投じようとしましたが、これを大阪ガス92番が QB サック、大きくロスを奪う形で仕留めました。見事 QB サックしましたのは大阪ガス92番の金田。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。
先ほどのプレー、佐藤建設の選手に負傷者がありました。試合時間が前半後半残り 1分を切った段階では反則その、負傷した段階そのものが10秒減算の措置となります。従いまして試合時間残り21秒から現在クロックが回り始めております。佐藤建設フォースダウン14、ここで試合時間がなくなりました。 NFA 両社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2023 試合終了となりまして、大阪ガススカンクス28点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点で大阪ガススカンクスの勝利となりました。28対0で大阪ガススカンクスが勝利いたしております。雨の中、しかし佐藤建設見事な戦いぶりでした。ナイスゲームでした。勝利しまして3回戦進出です。さあこれによりまして再び大阪ガスに復興の糸が見えるかもしれません。大変素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。関係者の方にお知らせいたします。本日大津スタジアムの撤収は、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。その彼らはこの苦しい臥薪嘗胆の時を乗り越え、今開花開校の春を謳歌しております。その春の頂を目指さんとする彼らのその頂点を制する者は果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ本日の配信を終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信はこの試合に参加しております各チームの要請によりまして、 NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施いたしました。その配信を実施しましたのは私、道楽屋理事です。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。